レイメンが使った入り口はもう使えないのか。塔内部の対侵入者システムもすでに起動してるわ。だからごめんなさい、少しは役に立てるかと思ったけど、防衛システムのコントロールは完全に独立してるみたい。まず約束してくれ。これから先僕の身に何か起きたら、君だけでもドラゴンを取ってガッシュのシーカーのところへ戻ってくれ。それはできない。どうして？あなたが思っているほどドラゴンは融通の利く生き物じゃないのよ。ただの乗り手ではなく、何か重要な目的のためにあえてあなたを選んだの。このドラゴンはあなたのためだけに存在している。そう言っても過言じゃないわ。だからあなたが死ねばドラゴンの目的を失って機能解除される。機能は全部承知で。ええ、でも私は大丈夫。今はエッジ、あなたを信じているから。Thank you.
を止められるようになったわ。あとはローターパイルに直接アクセスして動作を切り替えればいい。ローターパイプのコントロールをダイレクトアクセス。